柔道家野村忠宏。柔道史上初、前人未到のオリンピック3連覇。そんなレジェンドには目指し続けた選手。野村の代名詞ともいえる背負い投げ。襟を持った釣り手で相手を前に崩しながら素早く踏み込み腰に乗せ、袖を持った引き手で引いて一回転。体が小さくても大きな相手を倒せる技だ。スポーツとしての柔道は決められた制限時間の中で一本を取ることを競い合う。柔道を教えながら初めての観光も楽しむのが今回の旅のプランだ。男が立ち上がった。世界を極めた野村柔道、その真髄がついに明かされる。永久保存版じゃない。に当てた右手で圧力をかけながら相手の重心がどこにあるか常に感じておく。こうしてまずは技に入るタイミングをつかむのだ。野村流の崩しの技術を意識して再び挑戦。あ、本当だ。本当だ。いつの間にか拳が離れてしまった。絶対に胸元から右手を離す前。しかし今度こっちに意識すぎたらこっちができてないから、相手のことは落としていかなあかんから、今はだから自分のことで精一杯なわけ。自分がここをつけるってことに精一杯だけど、それをしながら相手のことをこと落としていかなあかん、新たに浮上したポイントは相手を崩しきるための左手の使い方。袖を持ち相手を揺さぶり、重心が崩れた瞬間、その左手で袖を一気に引き下げる。慌てて戻そうとする相手の力も利用すれば、懐に飛び込むための空間が生まれるのだ。柔道ってすごい頭使うんですね。いつも通り、普段通りの打ち込みをしている子もいて、打ち込みの背負い投げ、まあこうゆっくり入ったらこう入るわな。でも実戦の中で入るときは野村選手はこう、まあ、高さが違うわけね。ただその実戦と普段の練習の打ち込みとはまだ形が違ったりスピードが違ったり、でやっぱりその状況で背負い投げっていうのも変化していくわけだけども、背負い投げの基本の部分、足の運び方であったりとか相手の崩し方中で、まあ打ち込み見てたら、まずこういうタイプの子いるよな。まずこの子らは入るのが近すぎる。じゃあ背負い投げね、一つは低く入る背負い投げ、もう一つは高く入る背負い投げ。だから低い背負い投げをする人っていうのはどこに入る？股の中やな。だから結局はまあこういう、もう本当に例えばこういう喧嘩四つの選手とやった時でも股の中に入るような、相四つで低い姿勢の選手とやった時でも股の中に入るような、常に股の中に入っていく、ね、そのためにまず大事なのは股の下に入るってことと、自分だけが股の中に入ってもこれは効かんわけ。ここで相手を下に引き落とすから、だから結局相手をこういう形に持っていくべき。けど野村選手がこうちっちゃい時からやってきたその背負い投げっていうのは1、2、3、この3っていうのを意識してるの。けどこの3っていうのはほんまに速い回転が必要だから、1、もうほぼ2と一緒やねんけど、2と一緒に近いけど、微妙に、こう、半歩だけ深く入ってる。だから打ち込みの時も、一緒でそれを意識してね、1歩目が近いと、こうなるでしょ。
だまず綺麗に打ち込みの中では綺麗に自分が、ね、ちゃんと1、2、3しっかりと回り切る、ね、回り切る、回ってちゃんと腰落として入る、ね、で何本か今背負い投げし打ち込みしますね。一回意識してそれやってみて。そう、ここで止めるんじゃなくて、それも極端な話な、巻きつけてもって言ったら、ここで見たらさ、そっちから見たらこのここが見えるでしょ、ここが見えるぐらいまで巻きつける、巻きつける。選手たちが世界でねチャンピオンになって自分の夢を叶えるためのお手伝いはしたいなと思ってるんですけどね。稽古が終わっても野村は帰ろうとしない。何度も何度も背負いを投げ続ける。自分にしか分からない微妙な狂い、それを直そうと野村は必死だった。まず足を素早く踏み込み相手の懐に入る。肘を脇に入れ相手の上半身を開く。だが同時に腰を沈め相手の腰の下に入れねばならない。このバラバラな動きを瞬時に行いテコの原理で投げるのだ。この背負い投げを幼い頃から一心に磨き続けたことがやがて野村の未来を切り開く。手術をした右足とは逆の左足の古傷を痛めたという。